で、じゃあその、帰り際のさ、その婦人部長の、その、思想とも言える、覇気のない顔で、いよいよその、なんつうか、これおかしいぞと。今までの疑問も全部こう、リンクしちゃったわけだね。あと、私、検証会のその2回し、捕まったことがある、うんうん、その時はなりません。うん、とかって、それを、あの、ジムの人に言うじゃないですか。うん、絶対会っちゃダメよって言われるんですよ、うん。でも今思うと、なんで会っちゃダメなんだろう。うん、これって、はしゃくしなきゃ。どうしよう。間違って言ってる。逆に言わなきゃいけないのに、うん、なんで会っちゃいけないの、おかしいよね、うんうん。いろんなことがもう重なって。ガチャガチャ。おー。見るぞー。ああ。そして、見始めたら、さっきのその、さっきのその、愛媛の？はい、うん。あの、大学教授が、その、創価学会を訴えるっていう、その、話を、とつとつとこう話すのって、あ、そんなことがあったんだって、っていうのを聞いたりとか、あと、創価学会の職員が、うんうん、あの、解雇、うん、3人から、実名告発、うん、なんか本を出してるとかっていう話を見たりとか、って思いながら見てて、うん、で、ずっといろいろ見てる中で、あの、豊田さんの、質問し、集中質問を書いたの。なんか、バンダナしてる。はい。茶色の顔で。はい、次の人、はい、次！はい。すごい。うん、あの時は気合入ってたね。でも全部、その、なんだろう、見た時に、学会、間違いないよね。誰も何にも入れてないよな。すごい思って、うん、で、まぁいろいろ見ていくうちに、今度は偽本尊っていうのになって、怖い、うん、これダメじゃん、うん、で、まぁいろんな動画見ていくと、あと、快速を変えてます、うん、そんなのも知らなかったので、あの、教本がただ抜けてて、うん、でもその学会は絶対間違いないと思ってたので、信じてたから、あの、素直にこう受け取って、やってましたけど、うん、本物、階段の本尊様を、死の対象とは認めません。うん、これ、何集みたいな、うん。それで、また他のサイト調べると、うん、創価学会が、今、日蓮召集創価学会ではない、日蓮世界宗創価学会。うん、でも、これ、だいぶ前になんか決まってたことみたいで、うん、それももうショックで、ひどいと思って、で私は日蓮召集だと思ってやってきたけど、これ信仰宗教じゃん。で、まあ動画も見るし、いろんなもうサイトも見て、でももうどん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 確信。絶対間違ってる、これ。偽物だ。それを見始めたのが、去年の12月の、ほんと上旬。一気だね。一気ですね。3、4日でも、くるくるってもう巻きました。巻いて。一週間ぐらい見ても本当に確信してもすぐ兄に出れなくておかしい。何、うん、あの、兄が、もうその段階で言ったの？言ったの。おかしいよ。私やめるよって。って言って、ただ年末に、母はどうしようかなと思ったんですけど、兄がどうかなって。そうすると母から電話が、多分姉から母だったり。おかしくなってる。あ、大変だったんだって、9月からなんか。うん、あ、そうそうそう。でももう今大丈夫。うん、あ、大変だ、お母さん。うん、そこがくれ間違って。うん。西本尊。まあいろいろ話して、こうでこうで、で、過去の階段だ。で、本尊を主人の対象としませんって言ってるの。でも大変だよ。うん、私は分からない、うん。で、まあ、いろいろ話したんですけど、うん、母にも、なんか、返信がなくなって、もしもしって言って、返信がなくなって、うん、でしばらくして切れたんですよ。あれ、泣いちゃった。私が辞めるって言ったら泣いちゃったかなと思って、で、かけたんですけど、もう繋がらないし、で、次の日母からかかってきて、うん、みんな電話の通知が悪かったからって言ってきて、まあ、でも昨日の話の続きだけど、もう本当にやめた方がいいって言って、やめる、やめない、今、母はあの、
関係されたご本尊に特定感をそれをお巻きして大事にとっていて、創価学会からのちっちゃいやつを、うん、内徳みたいな感じで父がまだいるので、うん、本当にやめた方がいい。母も高齢だし、父も高齢だし、うん、お母さん何歳の？70、89、時間がない、うん、だからもう私はもう先がないし、うん、もうこのまま行くって言って言った、うん、なんでみんな私が間違ってるのかなとか、なんかすごい泣けてきて、うん、うん、すごい、もう、もんもんと、する時期があったんですけど、うん、でも、やっぱり間違ってないよな、私。おかしいよね、これ、どう考えても。うん、なんでみんなわかんないと、うん。で、まあ、どうかな、ね。お父さんに言ったりとかして、ね、うん。どうして伝わらないのかな。うん、でも、もうやらなきゃっていう、うん、一番最初にメール来たのはいつだったっけ？本当年末に、うん、プルさんにお伝えしたか一回お電話したんです、うん、ご本堂様の気しててもその教文のちゃんとしたのが欲しいと思って、うん、で、電話して、うん、その時にその誤解を決意してるとかいろいろ話したかったので、とりあえず教本のことだけ聞こうと思って、聞いて、でも、寺院で、仏具屋でもお手話聞いたから、うん、で、行って、買いに行こうと思って、行ったんですけど、ごめんなさい、何聞かれましたっけ？うん。だから、最初に、じゃあ、最初、一発目は電話だったんだ。そうなんです。そっか、電話でじゃあ俺窓越えてたんだね。池袋にあるよ、はいはい、でも、で、早めにしたのに。で、そしたら、年明けたら、その最後に、その時どういう気持ちだったんだっけ？まだ、もう脱会はしようって決めてたんですけど、なんか、召集に入るという決意はまだ。まだ、本当、何が正しいのか、もう本当にもうわからないっていうか、うんうん、でも、その高校の頃に、私が高校最初の女子部の頃に感じたその気持ち、うんうん、あれ絶対本物だよねっていう思いとか、うん、いや、でもなんか、もう宗教って本当なんだろうとか、うん、もう本当にもう悶々と考えて、どんなの見たりとか、でもやっぱり、せっかくその本当にこの日蓮大聖人様の仏法に出会ったんだから、うん、戻ろうって年末本当に決めて、うん、でも年末だし年始だし、うん、こんな時期に、うん、連絡するのも申し訳ないなっていうのがあったんで、うん、年明けてすぐ徳さん連絡しようかな。電話来たんですよ、年明け。あ、電話が年末、12月の多分中旬あたり。はい。で、その時は、俺だってそんな辞めるだけじゃダメだよと言ったよね、当然。日蓮召集に入らないことには始まんないよぐらいのこと言わなかったんだ。はい。そこまで突っ込んで話できなかったの、はい、多分私も多分そこまで聞けなかったなと思うんですよね。だ単純に、うん、言ってるんですかみたいな。創価学会なんですけどって段階をしてそのお寺に行けるんですか、うん、みたいな話を聞いて行きますよ。こんなドライな感じでね、はい、なるほどね。で、じゃあ同一人物からメール来たって分かってたんだっけな。電話したらいいんですけどって言わなかったので、じゃあだからなんだろう、最初に印象がメールから来たなって思ったんで、はいはい、